セブンダメだよ、デキンだから。セブンなんかもう一回入ってっちゃったら不法侵入で捕まるからね。もう危ないよ。危ない危ない。コープは大丈夫だね。刺身売ってんじゃね、そろそろ半額。あーってねえな。高えな。半額なし、なんもねえや。ちょっとお客さん、ちょっとこちらへどうぞ、はい、店内設は禁止になってますので。ああ、切ります。もう結構ですね、ちょっとお帰りいただけますか。帰るんですか。帰っていただけますか。買い物もダメ。もうダメです。これニコニコ生放送って言って。知ってます。もう来るなってこと。切っていただけますか。ああ、わかりました。切ります、一旦。禁止行為をされているんで。はい。別に。されなくてもいいんですけど、されてますかね。こうやって書いてあるんで。書いてある。あ、本当。撮影禁止。はい。はい。これ、なければ来ていいの。その時の場合によります。はい。わかりました。はい。はい、誰だこれ通報したの。しかしね、毎回ね、鼻息荒くして行ってくるんだよね。毎回ね、鼻息荒くして「おちょ、何撮ってんだよお前、何撮ってんだよお前」みたいな感じで。メガネッシュの時みたいな感じにさ、盗撮とか言ってるからか。なんか今回デッキンとはやれなかったな。あの店の中で撮影しなければ来てもいいですよって。もう一個ずつなくなっていくな、俺の行く場所が。
そったらもう通報中負けっぱなしだな最近。負けっぱなし。帰るしかないでしょこんなもん。買い物配信もできなくなる。あともう行けるとこってさ、もうアピタしかないよ。あ、貼り紙してやった。店内撮影禁止って書いてあったね。